ちは。あ、やばい、なんか発表されてるっぽいな。なんだなんだ、何が発表されている。おめでとうって言われてる。おめで、皆さんは仕事中に、ごめん、ゆっくりが流れた。なんか祝われてる。なんか祝われてるよ。何が祝われてる？ファンフェスタ。あ、ファンフェスタだ。どこで発表されてる？どうか？SKE の公式さ、え、完全、未完全 TV、 未完全 TV って何？ ニコ生？それは非公式だ。で、だから未完全とか非公式とか不思議な名前の方が多いね。YouTube、 やばいやばい、やば、これすごい、待って待って待って、見て、やばい、よだれ出た、よだれ出た、やばい、ちょっとよだれ出た、よだれ出た、ごめんなさい、よだれ出ました。SKE48 劇場なんだ、で開催、劇場版未完全 TV プレゼンツ日高ゆずきファンフェスタ2023、10月20日19時開演、出演メンバー、あゆかぴょん、よこにゃん、岡本、あ、岡本あやかちゃん、この前やった、あやかちゃん、ラブリン、ゆずきちゃん、池田ちゃん、里香穂ちゃん、菅原まやちゃんっていうね、このゆずきちゃんにゆかりのある安定のメンバーに加え、ハッシュタグ福田あかり ST48、 ありがとうございます。えぐい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 、やばいやばい、え、マジでやばい。ちょっと一回リツイートしよう。やばくない？見て、ほら、なんかこのさ、出演メンバー表みたいなやつにさ、全部 SKE なのに一人だけ福田 STU。 今日発表されたんだ、7時13分、結構最近、結構前だった、ごめん、車両で爆睡してました。マジで嬉しい、しかも劇場なの知らなかった、やばー、えぐいえぐい、楽しみ。え、待って、私 SKE としてステージ立てるってこと？え、待って、衣装、 SKE の衣装着れたらやばいSKE の衣装着たい、絶対に、やばい、嬉しい。でもね、すいません、これは実はもうとっくのとっくのとっくとっくとっくの前から知ってました。ゆずきちゃん、多分私がこれに出れるのは嬉しい反面、踊りを覚えたくないのは分かってます。事前に、いや、踊る曲と福ちゃんのポジションと、これやったことあるって全部大事にヒアリングしてくれました
あ、丁寧にで、あ、もう全然、もうゆずきさんのためなら何でも覚えさせていただきますって言って、あのとってもね、あの緊張するんですけど、実はもうは私は人より早めにやっとかないと無理だから、あのね SKE さんとの方に迷惑もかけられないので、実はちょっともうあの自主練を始めております楽しみ。やばい、楽しみ。ゆずきちゃんの私物争奪戦とかあるかな。 MC どんなんだろう。あ、洗濯が終わった。え、私いいのかな、こんな SKE さんのさ面々にさ入っていいのかしら。めっちゃ嬉しい、てか本当に嬉しくて、だってさ SKE に入ってたらならまだわかるんだけど、STU48 に加入してるのに SKE48 さんじゃないのに、こんなゆずきちゃんの卒業記念イベントに呼んでいただけて、こんなにありがたいことはありませんよね。本当に嬉しすぎるし、オタク認められたなって思いました。で、SKE のファンの皆さんもなんか受け入れてくれる、それを受け入れてくれるであろうっていうゆずきちゃんの判断からも分かるように、 SKE48 のファンの皆さんがそれをさ、じゃなんでうちの推しは出ないのに札は出るんだみたいにならずに、すごい受け入れてくださるんですね、いつもいつも。いや、もう本当に優しいですし、お民折りにつきます。え、マジでやばい。で、SKE さんも寛容やな、ありがてー。ゆずきちゃん大好き、マジでこのまま SKE に行きたいね。あ、それはちょっとあのついていけるか分かんない、ごめんなさい。いや、ほんとにやばいやばい、見た感じむしろ出てもらわんとみたいになってた。あ、ほんまに YouTube で見れるアーカイブみたいな、舞台挨拶来てもんね、懐かしい。いや、マジでありがたいし、なんかゆずきちゃんにコロナになってから全然会えてなくて、でやっとコロナ明けたと思ったら、まあいろいろ軌道に乗り出してからのなんていうの、卒業発表で、本当に全然アーカイブある、ありがとう。かほ、瀬戸かほちゃんと横には面識あります。ずっとね、あんまり会えてなかったから、ゆずきちゃん不足だったんですよ。なのですごい嬉しいです。いやー、ありがたいです、マジで。
次の日握手会マジで。ほんとだ。え、てか来週じゃん。やべえー、嬉しい。ありがとう、ゆずきちゃん。マジで感謝。ショールームアプリ直ったの。あ、なんか再起動したら触れるようになった。14、15のバスケの試合は普通にチケット買っていく感じ。そう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 です。福ちゃんの夢が叶ったみたいで嬉しい。え、なんかファンの人優しいな、マジで。そんなこと言ってくれるの優しいな。ありがとうございます。やばくない？推しのさ卒業イベントにさメンバーとしてさ劇場に出るんだよ。やったー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 マン。おためおりに尽きるわマジで。えー、マジで嬉しい。こうやってこう福田を関わらせてやらなきゃって思ってくれたことが嬉しい。ミケちゃんブラボーブラボーブラボーありがとう。いや本当にすごいわ。うちが作り配信さあ、STU 公式の文字さ。福ちゃんに会えてないから応募するね。ぜひ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 。ほんとだ。え、もうほんとにすごい。グッグガガST は了解済みなの。了解済みじゃなかったらやばいでしょ。SKE 勝手に発表したみたいな。DMM ね。いやー緊張するし、もう光栄だし。やばい。疲れんか。SKE の衣装着て SKE と人と踊れるのやばいマジ。トークイベント。限定映像の上映、さらに楽曲披露など内容もたくさん。え、待って、私 SKE さんとの話についていけるかな。私結構ここ最近の話題だとついていけないこと多いかも。どうしようどうしよう、大丈夫かな、大丈夫か。
2週間で勉強しよう。トークについていけないと浮いちゃうから。プレシャスってなんかめっちゃ踊るやつ、なんかゆさきちゃんがさ、リクアワでなんか言ってたよね。プレシャス SKE、 持ってない。そんな難しいの。動画、動画はないわ。なんかね、今日ね、あの声出して高税公演の何かやつとかいろいろ見てたんだけど、まだ動画がないね。全然いろいろ見たいけど。DMM ね。Take me, take me, oh, take me, take me, oh, take me, take me, oh, oh, oh.最近12期生が入った。めっちゃ人増えてるな。とりあえずゆずきちゃんについていっぱい語ればいいんだろう。楽しみ。やばい。
おやすみメールを送ろう。やばい、楽しみ、怖い、うん、今回のメンバーで面識ない子、面識、面識はあゆかぴょん、この前会ったばっかでしょ。よこにゃんは知ってるでしょ。岡本彩香ちゃんもこの前会った。ラブリー、ラブリーはね会ったことあるけどね、もう私のこと覚えてないかも。ゆずきちゃんでしょ。このね、かえにゃん、かえにゃんね、ずっと相互フォローなの。てかインスタもツイッターもフォローしてくれてて、フォローばしてるんだけど、かえにゃんはなんでこんなに私をフォローしてくれてるのか知りたい。で、かほ、さとかほは言うまでもなく、菅原まやさん、マジで初めましてだ。菅原まやさん、初めましてすぎる、緊張。緊張する。ドラになんだ。実家に猫18匹？誰？カエニャン？すごっ、マジで18、カエニャン家泊まるわ。じゃあカエニャンの、カエニャンどこに住んでる？名古屋住んでる？カエニャンの家に泊まる。猫18匹のとこに泊まる。猫屋敷天国です。18匹いるのは実家の長崎。あ、そういうこと？こんばんは。ドキドキ。
SKE48 のファンの皆様、どうか温かくお迎えくださいませ。よろしくお願いいたします。夏ゆずきちゃん推しだから、そして可愛いからだそうです。池田さん、え、もう喋ったの早っ。あ、本当だ、写真びっくりだよね。てかファンの人が一番びっくりしてたんじゃない。だ、 STU のファンは別にその T 未完全 TV 見てないじゃん多分。けどさ、その SKE さんのファンの方がさ、どんな反応だったのか気になる。入ると思ってた。本当？呼ぶと思ってました。ガチオタを歓迎しないわけがない。え、衣装着れるのかな。え、緊張する。やばい、歓迎コメでした。本当？いや、ありがたい。よろしくお願いいたします。あの、ふつつかものですが、違和感なくスケジュール調整ついたなと思った。やばーい。え、本当に緊張する。ね、衣装着れたらやばい。スペシャルゲスト、去年の11月15日以来。確かに劇場、ゆずきちゃん来てくれたよ、出張劇場。なんかもう我が子だと思ってるかもしれない。なんかわかんないけどね、自分のファンだった子が劇場に来てなんか踊ってるぜみたいな。ゆずきちゃん推しメンバーばっかりか、ちょっと負けてらんないな。いや、でも張り合う必要はないんだけど、みんなでゆずきちゃんをめでればいいんだよね。やば、ドキ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 。え、髪型どうしよう、そこじゃねえだろっていうね。髪型どうしよう。何の衣装着たいですか。いや、ない、何もない。そんなのはカホリンは今福ちゃんが持ってる3倍やばい、えぐい。何、怖い怖い。里カホと喋ったのいつだろう、最近1年前ぐらいか。はじめまして。はじめましてじゃない。あ、お土産買ってこ。そうだね、お土産。カイニャンはじゃあチュール買っていくわ。あ、でも長崎にしかいないのか猫。やばい。なんかゆずきちゃんにサインもらおうかな。ゆずきちゃんグッズ売ってるかな当日。
劇場、劇場って物販やってる？カイニャンのこと池田って呼んでほしいです。そうなん？水？水だけ？じゃあ SKE のグッズはどこで買えるの？ほぼやってないし、ショップももうない。え、公演の時物販ないの？どうしよう。SKE ウォーター？でも SKE ウォーター柄選べなさそうじゃない？カエニャン池田って呼んでほしい。じゃあ私のことは福ちゃんって呼んで。入り口のインフォメーションでグッズ売ってる。あ、そうなんだ。福さんと呼ぶ。福さんってなんか同僚、なんかサラリーマンの同僚って感じや。電車箱とブンブン飛んでる。いやー素晴らしいですね、本当。こんなことがあるんですね。あーやが MC やるって。あ、そうなんだ。よかった、この前あーやちゃんと喋ったから面識ができててよかったです。楽しみ。緊張する。劇場何時か？19時開演だった。楽しみ。怖。楽しみと怖いと。緊張するわ。せんべい。
缶やショールームバッテリー切れていきなり終了。まさかの。した今回のプロデューサーは劇場で流す動画のクオリティが面白すぎる。楽しみ。はい、久々に食べるサラダせんべいうまい。ブーちゃんミラボありがとう。もぐもぐ。日高ジャパン入りおめでとう。日高ジャパンって火曜日のルビーベアー、クマさんありがとう。サルムありがとう。いやでも皆さん、ゆずきちゃんオタクさん代表として行かせていただくので背負って頑張ってきます。推しの卒業を全力で輝かすために頑張ります。精一杯お任せください。ぜひチケット申し込み&DMM でのご視聴よろしくお願いします。頑張るぞ。ああ、得意なポーズ、うどんで決まり。ドキドキ。せいちゃん怪盗キャットありがとうにゃ。こちゃんに癒してもらおうと。小顔になるし、このポーズシャメ買いおすすめ。頑張ろう。光栄です。ありがとうございます。水木推しのものより、よろしくお願いします。こちらこそ。
SKE のファンの方と STU のファンの方が被ってるイメージがあんまないから、なんか SKE ファンの方で全然 SKE しか見てない人はなんか来たぞみたいな感じになるよねSTU のねこといいなと思ってもらえるように、 STU の代表としても頑張ります。よろしくお願いします。結構知られてる、本当。落ちると思わんかったし。某チューブで見たけど、福ちゃんとこでなかなか速くなってた後で見よう。怖っ。まあね、SKE48 さんのオーディションには、私はやっぱなんで18歳までオーディションを受けてなかったかっていうと、やっぱ香川にいてアイドルっていうのが自分の夢ではあったかもしれないんだけど、密かな、まあ現実的な選択肢には全くなかったの。受験勉強もあったし、だけど、まあ、受験勉強がのなんか自分の限界とかも見えてきて、まあいろいろなんかね、高校卒業するし、なんか最後に挑戦したいなと思ったタイミングで8期生オーディションがあって受けて、それで初めて受けたオーディションで、まあ多分ショールーム審査のおかげも大きいんですけど、まさかの最終に残ることができて、友達んち配信見てる、懐かしい、ありがとう。その友達はもう二児の母だわ香川あるある。そうで、なんかまさか最終残ると思わなくて、 でも落ちたんですよ、普通にスコーンと。センチメンタルジャーニーを歌って落ちました。落ちたんですけど、あのなんかそれでちょっと現実味が出てきたというか、なんかそれで STU ができ、その後に STU ができた時に、私はでも SKE オーディションを受けてなかったら STU オーディションも受けてなかったと思うんですね。だから SKE オーディションで落ちてしまったけど、 SKE オーディションを受けてファンの皆さんとショールームでも交流させていただいて、でこういうものなんだっていうのがオーディションのことだとも分かったし、さらに48グループに入りたいっていう気持ちが募ったんです。一緒にオーディションを受けてた子が劇場に立ったりするのを見ていたから。だから8期は落ちたけど、8期オーディションがあったから STU に巡り合えたっていうのもあるから、そういった意味では全然無駄じゃなかったし、落ちてよかったっていうのも違うけど、落ちたことが結構こうちゃんと身になったなって思ってるから、前向きな気持ちでね、すごく SKE48 さんのことをずっと応援させていただいてるんだけど、まさかこうやってね STU48 同じ48グループのメンバーとしてこの推しの卒業イベントに出演させていただけるっていうのが本当に嬉しいし、なんか人生どこで何がつながっていくじゃないけどね、きっかけになるかわからないなって思って、とっても良かったです。本当にありがとうございますっていう、ただそれだけ。ファンの方 の声も大きかったと思いますよ。ゆずきちゃんになんか
SKE オーディション、ST オーディションにゆずきちゃん推しの子がいるらしいよとかって言ってくれたから、ゆずきちゃんも気にかけてくれたし、でも私は STU で、STU として今ここでアイドルで出ることすごい幸せで、 STU に入ってよかったなって思うこといっぱいあるから、本当にどちらも前向きな気持ちでアイドルやってるので、なのですごい今回呼んでいただけてめっちゃ嬉しいし、なんか自分のアイドル人生の中でもとっても重要な一日になるんじゃないかなって思います。ぜひ見届けてください。ペンライトは緑です。あと STU と SKE のこの文化のが似てるなと思うところは、あのね、推しペンライトカラーの文化は SKE さんから うちに来ました。それはね、ちょっと自分が思ったきっかけはいろいろあるんだけど、まあまあそれだけが理由じゃないけど、結構大きな理由がそこだと思うので、その辺の文化も似てるなって思ったり、そうです、結構 SKE のに関わりがある部分が多くて、いろんな部分で、だったりするので、実は頑張ろう、もう皆さん応援しててください、お願いします。とは最高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 、気持ちいい自分に、とは頑張れ、ありがとう、よろしくお願いします。イベント当日に劇場入り口の今日の出演者のところに福ちゃんの写真も並ぶのかな。え、待って、ちょっとかあの iPhone のストレージ開けとこ、写真いっぱい撮る日になるわ。ストーリーが100件ぐらい上がって転線みたいになるかもしれないんで、あのインスタのフォローもお願いします。やば、すごい。当日はうちの子だと思ってるんですか。もちろん別に私、ゆずきちゃんが主役だから別に私のことを特別扱いする必要なんて全くないんです。三浦海岸で共演した時一人でずっと見てたよね。そう、こう、ね、高い壁からジャンプしながらずっと見てました。そう、精一杯盛り上げていきたいと思います。私も別にお客様として行くんじゃないから、一人の出演者としてゆずきちゃんをあがめたつまつるメンバーの一人として行くから。よろしくお願いします。
名の市と仲良くしてくれてるし応援してる。名の市仲いいよ。メラカリが楽しかった。ワクワク。緑ね、ライブも楽しみだね。よろしくお願いします。願いかなわしは。頑張ろう。今日は愛媛に行って NHK の歌番組の収録をしてきました。四国で12月に放送なんですけど、12月8日に放送なんですけど、四国以外の方は、そう NHK のローカルなんですけど、四国以外の方は、NHK プラスっていうので見れますので、よろしくお願いします。朝4時半に起きてバスで泣きそうになりながら行きました。まさかのあの曲が地上波初登場になりますので、地上波であの曲を歌える日が来るなんて、私は本当に頑張ってよかった。何の曲かは言いませんが、あの時、あの時学力テストで1位になってよかったなと思いました。楽しみにしててください。マイクロバス、めちゃ、あの、でかいバスじゃなくてちっちゃいバスでした。頑張りました。タイヤの上は全員かわしました。楽しかったです。クイズ大会もあったんですけど、クイズ大会はなかなかカオスな空間で、来てくださったファンの方ありがとうございました。皆さんも結構大変だったんじゃないでしょうか。ずっと見てるの楽しかったです。ありがとうございました。もう体がパキパキです。名古屋夜行バス、いやさすがにあのお仕事で行くんで新幹線使わせてもらえると思うんですけど、え？いやさすがにあの大丈夫だと思います。福ちゃん推しの皆様お邪魔しました。え、また来てください。あの当日まで毎日この話であたふたしてると。
やだよ。なん前日の夜23時ぐらいにさバス乗ってさ朝の7時ぐらいに着くんでしょ。バス絶対踊れないじゃん。自腹でもいいから新幹線使わせてください。お願いします。でも確かに劇場行った時 STU に入る前は夜行バスで行ってた。もうオタ活ってそんなもん、そういうもんだよね。ライブの内容はもう知ってます。へっへっへ。頑張ろう。頑張るぞー。いててて。今日の四国も楽しかったし、なかなかのすごいことだと思うんですよ。私はだってユニットで歌番組に出た歌番ユニット初めてじゃない、四国が。ユニットで歌番組ってすごくない？ちょっと12月放送だからアンピーは出れなかったけど、研究生のあずみも含めて8人で、もちろんおきちゃんも入れて8人で歌番組に出れて、まあ四国ローカルとはいえユニットで歌番組って結構すごいと思うんだけど、だからなんかあすごい四国観光大使として認められてきたのかな、ちょっとずつって思いました。ハンズ頑張った、ありがとう、頑張った。まあでもまだ勝手になんですけどね。あ、神さんは呆れるくらいの出たけど、まあね、まあそれもユニットっちゃユニットかだけど、まあ課外活動ユニットだったら初めてかな。まああとのど自慢だったら6人とかで歌唱メンバーが歌番組ってかな、のど自慢出たりもしてるけど、あの勝手に四国観光大使8人で歌番組四国ローカル出ることができてすごい嬉しくて、しかもね衣装写真ストーリー載せたんですけど、衣装がレコード大賞の衣装だったんですよ。なんか久しぶりに、レコ大ぶりってことはないかもしれないけど、でも本当に久しぶりに来てなんか懐かしい気持ちになりました。とっても素敵な衣装ですね。あれ手間でもの涙で天日ちゃんとかは着てるけどさ、あれ私すごい久しぶりに来てめっちゃ可愛くて嬉しかった。なんか背筋が伸びる気持ちになりました。とても楽しかったです。そう新人賞の時の、そうそうです、そうです。勝手にがどうやったら取れるかわからないけど、まあでもさ NHK の歌番組にさ出れたってもう結構いいとこまで行ったんじゃない？勝手に四国観光大使、もう勝手にが取れるかどうか名称の部分は置いといて、だって徳島ラブサポーターじゃん私とまひちゃんは。で今日は8人みんなであの歌番組にも出たし、あとそれぞれの県でさ警察のやつとかやってるしさね、あと愛媛の国体なんかアンバサダーみたいなの一昨日ぐらいになってたじゃんでしょ。結構
頑張ってると思う。観光大使って言ってもいいじゃないかなってぐらい結構頑張ってると思います。私は勝手に四国観光大使、公園も一番多いし、それはもう一番みんなが勝手に四国観光大使見に来てくれるから多分一番多くやらせてもらえてるのかなって勝手に思ってます。わかんないけど、なのでぜひNHK プラスの方でも四国の方は12月8日にぜひご覧ください。自称だよ、自称だけど、自称としては最大の活躍をしてると思うんだが、まだまだねやりたいことはありますよ。だけど結構頑張ってると思うんだ。欠席お疲れ、10個ありがとう。お疲れんこん欠席。観光大使実際にあるの？四国観光大使っていうのは私は聞いたことないけど、香川の観光大使とか高松観光大使とか自治体ごとの観光大使はねあるけど、今週末にはアンナちゃんと高松のね、なんだっけ、総合体育館みたいなとこで香川ファイブアローズっていう香川県のバスケットボールチームと、あと徳島ガンバローズ、ナルトガンバローズの試合、バスケの試合を見に行くのと、いろいろ MC 企画とか始球式っていうんですかねみたいなのがあるので、チケットは STU のところ買うんじゃなくて普通にファイバーローズのチケットを買ってきてください。高松市総合体育館かアクセスもいいと思うので、ぜひ一緒に応援しましょう。 2days です、よろしくお願いします。まひちゃんも来たいって言ってた徳島頑張ろう。まひちゃん今日四国クイズめっちゃ燃えてたよ。スポーツの関連も多かった。フリースロー緊張する。こんばんは。ゆずきちゃんのソロ公演ね行きたいけどね、やっぱちょっとグリアリ近いから結構休みがなくて、なので私は頑張ろう、バスケの方を頑張ります。ゆずきちゃんのことは考えつつ、フリースローちゃんと決めた方がいい。いや決めるつもりで打つよもちろん、だけどさ難しい。かもわからん、当日やってみないとね。リンゴニャーニャー、リンゴ。こんばんは。
半ぐらいに終わろうと思います。ショールーム、ちょっと疲れたので今日は。明日からまたちょっと体力勝負の日々が続くんだよ。頑張るぞ。A A O。ゆずきちゃんのやつも覚えないといけないしね、ちゃんと。なんかツアー終わったと思ったらいろいろ始まったけど。すべてが楽しみだし、やりがいがあることなので、アイドルとしてね、いろいろなんか何お仕事をいただけてるっていうのが本当にありがたいなと思って嬉しいです。ファイブアローズ14日が18時からで、15時15日が昼から、そうなん。15日は14時ファイブアローズ、ファイブアローズあと3分です。まあまあゆるく、あの終わるモードに入るよってだけで、そんなめっちゃ犯人めっちゃ絶対終わるとかじゃないけ、ありがとね、ゆるく。まあもうちょい やろうって感じですけど、スケット外国人。バスケお話できますか？うーん、どうかな。バスケね、楽しむ気持ちだけはめちゃめちゃある。ハートありがとう。バスケットボール重たってなるかな。なるなる。一回入ったら何点か、場所によるんじゃない。すごい、めっちゃ引用リツイートで福田あかりちゃんだって言ってくれてる、みんなありがてえ。9番福田あかりって、スラダン見た、スラダン見たよ、映画の版が。今日夢に出てきた人、夢に出てきたの、
恋だね。酒屋でお待ちしてます。酒屋お邪魔いたします。スラダンの推し、え、スラダンの推し聞いてくれるの。スラダンの推し聞いてくれるのか。まあいろいろね、予想はあると思いますよ。ルカは三井桜木かもしれませんが、私の推しは彦一です。要チェック。自分と同じキャラ。夢に卒業コンサート出ようかな。ぜひぜひ。要チェック。ホームとアウェイの SS 指定席は売り切れてる。一番安いのでいいや。あ、チケットにランクがあるので、香川ファイブアローズスケジュール、あ、チケット14、15、2023年10月。チケット購入はこちらから、こんな感じで買えます。あ、なんかいろいろあるんだね、場所が、見る場所みたいな。 SS はボールや選手が飛び込んできます。なんかこのさ、あの亀子席とか指輪シートとかさみたいな感じで、女性専用エリアみたいな感じでさ、いろんな席がある。 SS 席×、 SS 席×、プラチナ指定席三角、ベンチ1階20丸、ベンチ2、3列目20丸、ゴール指定席1列目×、ゴール指定席1、2、3列目三角、ゴール指定席2、3列目20丸、メイン指定席三角、2階自由席20丸、車椅子席三角。え、結構大人気だよ、やっぱ開幕戦だし。あとホームとかアウェイとかっていうのはあれ、ホームだから、ホームだったら香川ファイバーローズのブースターで、アウェイだったら徳島ガンバローズさんのブースターってことかな、多分。これ待って、日曜日もめっちゃ売れてるよ、見て、ほら三角と×ばっかり。
構大人気。いや待って、このこんなチケット売れてる中で、あの始球式スリーポイントみたいな、なんだっけ、フリースロー、やばい、緊張する、やばい。でもチケットめっちゃ売れてて嬉しい。皆さんもぜひ来てください。徳島は開幕戦で3159人入ってた。そんなに？結構3000人入ってんの？ STU の6周年コンサートのキャパよりでかい気がする。マジ？頑張ろう。入るまでやる、一発勝負やな多分。緊張、頑張ります。ぜひ皆さん見届けに来てください。アンナちゃんが、じゃあ私が14日でアンナちゃんが15日です。よろしくお願いいたします。うどん食べに来てください。というわけでランキングを読ませていただきます。アンアップ名古屋おめでたい。だいぶ体が今のスケジュールに慣れてきたので、有給取れるようになったらもう少し会いやすくなります。辛抱辛抱。有給取れるようになるといいね。ありがとうね、慣れてきたの。人間は適応していくってことだ。せいちゃんありがとう、きなこありがとう、たかありがとう、おにくんありがとう、まいき昨日今日ありがとね。実は体調絶不良やったけど、大変、福田見れて精神的に癒されたわ、感謝。今日は早寝ます。体調悪い中2日間ありがとね。また元気な顔見せてくださいありがとう。ぶーちゃん配信ありがとう。四国文化祭お疲れ様。愛媛にいても宇宙一可愛いゆくちゃんでした。いろいろ盛りだくさんで楽しすぎたよね。もうだからやっぱ地方イベントって面白いよねありがとうございます。今日も四国で、今週末も四国で嬉しい、ありがとう。形跡ありがとう、感受ありがとう、火曜日のルビーありがとう、みけちゃんありがとう、埼玉のおいたんありがとう、1位はとわとはとわありがとう、おめでとうございます。というわけで今日は SKE48 の日高ゆづきさんの卒業イベント、劇場版未完全 TV プレゼンツ日高ゆづきファンフェスタ2023 10月20日金曜日19時開演のやつに、STU48 から一人なんと一人飛び込み、なんか助っ人外国人みたいな感じ、スケットになるのかわかんない感じで、出演させていただくことになりましたはい、もうめちゃめちゃ嬉しくて、お話をいただいた時にはすごく、なんだろうな、こうなんていうんかな、
なんか感無量じゃないけど、ゆずきちゃんが私のことをこうやってまた考えてくれたのも嬉しかったし、ちょっと事情あって卒業公演が行けそうにないんですよ。わからないけどまだ。だけど、こうね、それが結構自分的にショックだったっていうか、なんかもしまだ分かんないけど、ワンチャンいけるかもしれないけど、もしかしたら卒業公演はいけないかもなとか思ってたから、こうやって今回最後にゆずきちゃんと一緒にステージにこう立てる機会をもらえたことがもう本当に嬉しくて、私はね、覚えてます、この話をいただいた時、私は百均にいました。広島の百均で、百均で何買ってたかな、メラミン、メラミンスポンジとか買ってたんです。そしたらゆずきちゃんから LINE 来て、福ちゃん何月何日にイベントあるんだけど出てもらえるって来て、で、え、嬉しい、でぜひぜひお願いしますって返したら、歌と踊りもあって、これとこれとこれがって大丈夫ってそんなさ、ゆずきちゃんのためだったら何、エンドロールでも覚えますよ何でも覚えます、もう頑張る、もんなのはやるに決まってるじゃん。はい、なのでもうそんなのもう気にしないでください、もう全力でやらせていただきます、全力で覚えさせていただきますって言ってね、やりました。どんな曲をね一緒に踊らせていただくかはまだお楽しみなんですが、とにかくゆずきちゃんのために全力で全力で盛り上げて、全力でオタクしてこよう、オタクメンバーしかいないでしょ、オタクしてこようと思っております。ニヤニヤしすぎ、いや本当に嬉しい、だってあんまりなんか仕事が入ったことってメンバーに言わないっていうか、なんかね自慢みたいにならないけど、もはや今更そう今更ね、なんか仕事これが入ったからとかならないけど、なんかあんま言わないんですよ私メンバーに。だけど南と由美子に、ねえゆずきちゃんのやつ出るんだけどやばくない？って実はこっそり言いましたぐらい嬉しくてね、とっても光栄な気持ちでいっぱいでございます。なんかオタクの頃の私に言ってやりたいです、帰ってきてねあ、名古屋から帰ってこなかったらってこと、それはやばい、それはやばいですけど、ちゃんと広島に帰ってきて、家の由美子のグリアリのあれの前で結構ねきついと思うんですけど、このゆずきちゃんのイベントを出てたことをモチベに乗り越えられそうです、はい、広島に帰ってきますちゃんとはい、なので SKE48 のファンの皆さんも、STF48 のファンの皆さんも、温かい目で見守って、
ゆずきちゃんのね卒業を盛大にお見送りいたしましょう。よろしくお願いします。ね、衣装着れるかな。ウキ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 。しかも聞いて、しかもさ SKE の終わりますって言ってからめっちゃ長いよね、ごめんね。あの SKE のSKE のイベントって考えるとゆずきちゃんのやつが来週あるじゃないですか。で七並べの七並べのイベントが来月11月 23? 七並べのイベントがあるじゃないですかって考えたらやばくない？なんかめっちゃめっちゃ 今年の下半期は SKE48 の皆さんと一緒にこうやることが多いなと思って。20日か、11月20日申し込み今日まで。え、オッケー、申し込み今日まで。いいこと、よかった言っといて。申し込み今日までだそうなので皆さんぜひよろしくお願いいたします。お待ちしております。11月20日の SKE 基地並べ合同ライブもまだ大丈夫、スペサポ枠が今日までか。なるほどね、よろしくお願いします。そちらもまだちょっと内容わかんないですけど頑張ります。はい。そして、四国音楽祭が今日収録あったものが12月8日に放送されますのでぜひご覧ください。楽しみにしててください。というわけで本当に終わります。私が福田はって言ったらスタウチって言ってください。いきます。アニマスト福田はスタウチ、三度の飯はうどんで決まり。香川県出身の福ちゃんこと福田あかりでした。今日はね嬉しいお知らせができてよかったです。頑張りました。今日もみんなも頑張った。偉い。今週も楽しんでいきましょう。お疲れんこ、やすいみんゼミです。よかったらフォローしてください。この後ツイッターとか更新すると思うのでそちらもチェックお願いします。バイバイ、ありがとう。あ、いいがなったありがとう。バイビー。